特集です。特集は長崎とウクライナ、歌が結び届ける人々の思いです。ウクライナ語で歌う子どもたち、キーウの美しい情景と望郷の思いを歌ったウクライナ民謡、私のキーウです。長崎市の小学生合唱団、長崎居留地キッズコーラス、練習は6ヶ月目に入りました。ウクライナの町とかを早く元通りになって、早く平和を取り戻してほしい。ウクライナの戦争がすぐ終わるように私も願いながら歌っていきたいと思います。ウクライナ語の歌詞はこれを機に覚え始めました。巻き舌しないといけない時があるので、そこが一番難しいです。ウクライナの人たちのためにと思って、一日でも早く覚えるように頑張ります。今回歌を届けたい相手がいます。キーウの少女たちで作るナイチンゲール合唱団、5年前キーウを訪れた長崎の被爆者に長崎の鐘を歌ってくれたことがありました。今度は私たちが、そのお返しする番だと思いました。ナイチンゲール合唱団は避難生活で団員がバラバラになり活動を休止しています。そのメンバーを励ますため、インターネットの生配信で長崎から歌を届けることにしたのです。一人でも多くの団員の方が、たとえ避難先が違っていてもその場でこう見てくれたら嬉しいなと思って。Мирним лагідним сном, мирним лагідним сном. 歌詞の発音指導はウクライナからの避難民に協力を依頼しました。セラフィマ・メルニチュクさんはキーウ出身です。 I really wanna help and also I really care about Ukraine and Ukrainians. I think thatMaybe also Miss Kiev, and I would like to participate in this way. セラフィマさんは長崎大学が避難民学生を受け入れていると知り、去年6月長崎にたった一人でやってきました。両親や祖父母をはじめ親族は皆今もキーウに暮らしています。 I think a lot aboutall the things that happened, and I spent a lot of time and just like think about it every day, because all my family members are in Ukraine right now, and I really worry about them, about their lives, and actually about all the Ukrainians. I feel so sorry for everyone, just like, I mean, for peoplewho are dying every day and who live in this horrible time. ロシアによる侵攻が始まって1年。ウクライナで死亡した民間人は少なくとも8006人に上ります。ロシアのプーチン大統領は今月21日、侵攻を継続する姿勢を強調。停戦や終戦は全く見えない状況です。ポール・コロルークさん、日本では東京に一つだけあるウクライナ正教会の神父です。ウクライナに歌を届ける取り組みのそもそものきっかけは、コロルークさんとの奇跡的な出会いでした。去年8月、長崎を訪れたコロルークさんと同じ電車に乗った合唱団のメンバーが席を譲ったことから交流が始まりました。新しい曲を練習しましたと聞いたで、本当ですか？はい。楽しみにしてます。
コロルークさんとの出会いによってウクライナの人々のためにできることを考え始めた子どもたち。歌の生配信まで1ヶ月に迫ったこの日、半年ぶりに再会したコロルークさんに私のキーウを披露しました。辛い。私はこの立場だから、本当は人を助ける、自分の信者たちを助けるとか周りの人を助けるけど、私が足りないんです。でも苦しむ自分を責めてるだけじゃなくて、ポジティブのままで希望を着せずに、この子たちみたいに元気をさせなきゃいけないと。みなさん、ありがとう。本当にありがとう。絶対、絶対この曲を聴くの、ウクライナ人とその他の人が元気になる、力になるです。こっちから？こう浄化されたような感じになっているようなのを私は感じたんですね。本当に心を込めて届けたいって、平和の 大切さを。そして昨日、セラフィマさんたち長崎大学の避難民学生も招いて行われた地域の音楽祭に出演し、いよいよ平和を願う歌を世界に生配信します。ウクライナ大使館やナイチンゲール合唱団の指導者にも事前に連絡しました。今も不安な気持ちで怯えながら生活している人、ナイチンゲール合唱団の皆さん、そして平和を願う全ての人たちに向けて心を込めて歌います。It was awesome, and the kids are so hardworking, and I'm so happy that they were singing here today. 心を込めて歌えたかなっていうのがあります。少しの力だけど平和を伝えようとする思いが少しは伝わったんじゃないかなって思ってます。被爆地の子どもにしかできないような歌を届けたいです。特集は相田記者の報告でした。